はい、じゃあ途中で終わってたのでまたコメントの続きをやっていきたいと思います。そうですね、こういう催し物で海外に行った最後って多分ボストンのパックスだから、コロナが始まるギリギリの頃だったかな、2019年の2月か。だからまだね、世界的な騒ぎになってない頃で、マスクもまだ全然みんなしてなかったし、ただなんかね、会場に行ってみていろんな取材を受けたんですけど、直接握手っていう接触はみんな避け始めて、なんか肘でこうね、タッチしたりみたいなことをやり始めてた頃で、まあ、パックスを終えて日本に帰ってきてギリギリ入国できたみたいな感じで、もう入国出国制限が始まったりとかいうような時期だったかなと思いますね。確かだから出張の準備するのに消毒のアルコールだとか、なんかもうめちゃくちゃアマゾンとかでもプレミアの値段ついててめちゃくちゃ高くなってたりとかしましたよね。まあぼちぼちね、海外旅行も頻繁にし始めてるのかな。まあ、実際僕もちょっと前にイギリス、スペインと行くあの出張あったんですけど、韓国も行って、まあ、今はね割と行きやすくなってるから行きたいですよね。またね、海外のみんなとも交流したいんで、オファーお待ちしてますこればっかやな。It would be interesting to know the story of how you came to create the Devil May Cry。 デビルを作った経緯、これ俺なんだっけ、ちょっと前のインタビューで喋ってなかったっけ。これデビルの成り立ちについて話すとすごい複雑で話が長くなるからどうしようかなざっくり話すと、まずバイオ2を完成させました。で会社としては当然バイオ3を作り始めますってなりました。で、その時に僕は、まあ、バイオ1にも関わってましたし、でバイオ2でディレクターだったので、もうバイオには関わりたくないみたいなことを会社に言って、そしたら会社的にはディレクターをやらなくてもいいけどチームには関わってくれっていうことで、で別の人間がディレクターに立って、僕はまあサブに回る形でバイオ3が走り始めました。で走り始めたんですけど、ちょうどその頃にバイオってプラットフォーマープレイステーションだったんですけど、プレイステーション2が出るということになって、でそれで、確か僕会社の、まあ、三上さんも含め会社の偉い人に呼ばれて、新しいハードが出るので、それに向けてバイオハザードを作ってくれと、で新しいハードで作るんで難易度が高いから神谷にディレクターやってほしいっていうふうに言われて、で僕も新しいハードでやるんであれば新しいいろんな表現ができそうだし、まあ、それだったら やってみたいですっていうことで、また仕切り直して、僕がディレクターになってバイオ3をプレイステーション通常で作り始めることになりました。で一方でバイオ2のアセットを流用する形でバイオのスピンオフみたいなものを作り始めて、まあ、それはまだタイトル未定だったんですけど、まあ、バイオのスピンオフ的な位置づけで制作が始まっていました。でもっとかいつまんだ方がいいな、まあ、その会社の偉い人、これ確か岡本さんだと思うんだけど、まあ、要するにそのバイオってナンバリングつけた方が売れるんですよ。サブタイトルつけるよりもバイオ2、3、4っていう風にナンバリングした方が当然ね、メインのシリーズってことになって、まあ、商売的には成功するわけですよね。まあ、それでスピンオフ的位置づけだったものに3っていうナンバリングをしろっていうことが会社命令として下って、これは三上さんすごい嫌がってたんですけど、ナンバリングじゃないっていうところでいろんな実験しながら新しいことできるっていうことでやっていたものに、まあ、ナンバープレーってことになったので、まあ、やむなくそれがバイオ3っていうことになったと。ってなった時に、じゃあ俺たちが作ってるこのプレイステーション2でのバイオ3はバイオ4になるってことっていうふうになって、まあ、開発してる時で結構仮でタイトルを開発キーの画面に出したりして、まあ、チームの結束を強めたりってことをよくやるんですけど、バイオハザード3っていう仮タイトル出してたんですけど、まあ、その3っていう数字を急遽4に書き換えてバイオ4っていうふうにして、じゃあ俺たちはバイオ4のチームなんだねっていう形で始めました。これがデビルの源流ですね。で僕はそのプレイステーション2っていうハードウェアでいろんなことを新しいことを実験しながらやってたんですけど、僕がいたその第4開発では、僕の同期の匠衆、あの逆転裁判とかゴーストドリンク作った匠衆ですよね、彼がディノクライシスっていうゲームを作って、でディノクライシスは皆さんご存知の通りフルポリゴンで背景がこうちゃんとカメラワークがついて動くんですよね。バイは一方でプリレンダーのグラフィックなんで、まあ、カメラ動かせないんですけど、
カメラを動かす動的な表現っていうのが僕すごい羨ましいなと思って見てたんで、ぜひとも自分がやる新しいバイオでもそういうフルポリゴンでグラフィックを描きたいっていう思いがあって、そこでこうどんどん動的なイメージっていうのをゲームの中に入れていって、よりアクション性が、ゲームの方もアクション性が強まっていたわけですよね。でこれよく言われるんですけど、僕が勝手にいろいろいじくってバイオのお約束を破壊していってアクションゲームにしていったっていう風な感じでみんなに伝わってるんですけど、これ僕が 100% 勝手にやったわけじゃなくて、三上さんもそれを望んでたところがあって、ことあるごとに三上さんが、もともと僕ホラーってホラー映画も嫌いだし怖いの嫌いだし、ホラーのゲーム作るのも苦手なので、あの一方でアクションゲームとかっていうのは好きだったん で、それを三上さんも知っていて、三上は自分の得意な分野をもっとゲーム制作に出していっていいよっていうことをすごい促してくれて、でじゃあっていうことでどんどんアクション性を高めていって、多分三上さんもバイオの壁っていうのを意識していて、新しい何かを欲しがってたと思うんですよね、三上さん自身が。それで、まあ、僕もじゃあアクションを高めていくっていう方向に持っていったら全く違うバイオになるよねっていう形で、そこをどんどんエスカレーションさせていったと。でその結果もうバイオっていう世界観には見つかわしくないものになっていったので、三上さんの方からもうそのバイオっていうタイトルも外して、もっと自由に作れるオリジナルの IP にした方がいいんじゃないのっていうことを言われて、最初は僕はああいうなんかそのね、バイオとは思えないようなゲームっていうのをバイオっていうタイトルで出すっていうところにロマンを感じてたので、三上さんがそう言ってくることっていうのもずっと抵抗していたんですけど、最終的にはもうそれを飲んで、しぶしぶじゃあ変えますっていう形でもうバイオの世界観から外れたんですけど、まあ、そうなったらそうなったで、バイオって基本的にはバイオテクノロジーを下地にしてすごいリアリスティックな表現をずっとしてるんですけど、守ってるんですけど、もうそこを気にしなくていいんだっていうことになって、でチームの中からもなんかこうふわふわ宙を飛び回る敵だとか、口から溶岩吐き出す敵だとか、そういうダイナミックで高等無形な攻撃をする敵を作りたいっていう意見が出てきて、まあもうねバイオテクノロジーの世界じゃないし、あじゃあもうオカルトの世界観に転向して敵キャラクターを悪魔っていう設定にして、じゃあそこはもうどんどん派手に膨らまそうっていうことになって、ああいうデビルメイクライというゲームが出来上がったと。ああ長かった、ざっくりはしょるとそんな感じ。これ説明間違えてないかな。じゃあ次、I wonder if Kamiya is looking forward to the new RoboCop game. そう、ロボコップのゲーム出るみたいなんで、確か俺の記憶が正しければね、一番最初のバンホーベンのロボコップの世界観を忠実に描いたゲームだったと思うんですけど、うん、僕あのロボコップ好きなんで、バンホーベンのロボコップ1がいいですね。2、3はもう僕の中でなかったことになってるんで、ゲームの方はどうしてんのかな、2、3の世界観をちゃんと引き継いでるのかな、分かんないですけど、まあ楽しみですよね。僕新しい方のリブートした方のロボコップも好きですけどね、一作目だけで終わっちゃいましたけど、ちゃんとこうバーホーベンのロボコップへのリスペクトがあってすごい良かったなと、僕は個人的に好きな映画ですね。で次が、ああそう、なんか悪口来てて、こいついない方がプラチナもっとよく見みたいなこと書いてるのかな、これで、まあ俺批判は全然いいんだけど、悪口も別にいいんだけど、俺なんでこれピックアップしたかって、The guy is a scumbag of a human with nothing to offer outside of working on other people's ideas. これ他人のアイデアを盗用してるみたいなこと書いてるのかな。そう、これはね、ここの言葉は感化できないなと思ってですね、まあ僕自身はゲームのアイデアってこだわりが特に強くて、だからこそゲームデザイナーっていう自分の肩書きにはすごいこだわってるところがあって、だからずっとゲーム作る時ってやっぱりそのゲームにしかないメカニズムをきちんと作るっていうことを僕は大事にしていて、初めてのオリジナルのデビルメイクライって、あれは 3D 空間でリアリスティックな表現をしつつコンボアクションをするっていうところをゲームのピラーとして置いて作った作品ですよね。で次のビューティフルジョーから特にゲームデザインのこだわりっていうのが顕著になっていって、ご存知の通りだと思うんですけど、 VFX パワーっていう世界にスローかけたりマックスピードで高速で動いたりっていう映像演出を交えてゲーム攻略をするっていうメカニズムで、狼で言ったら筆調べですよね、画面に何かを書き込むとそれが具現化するっていう。でベヨネッタではウィッチタイム、
敵の攻撃を避けると超高速になる、周りがスローになるっていうメカニズムと、手と足に武器を装備できて、それによってカスタマイズができるっていうところであるとか、まあ、そういうゲームデザインっていうところにはすごいこだわりがあるので、他人のアイデアを盗んだりってことは僕はしたことはないですし、だからお前のゲームつまんないよとか出せよとか、この人の感想だから別に反論するとかそういうことはないんだけど、なんかこのね、事実と異なることを言われるっていうのは僕は感化できないなと思うんですよね、と思ってピックアップしました。次は、ボードゲームをデザインしてみたらどうですかっていう、いやこれね、無理です。僕のゲーム作りって、なんていうのかな、後でよく考えればちゃんとロジックができてるんですけど、ロジックから入る人間じゃないんですよ。ノリから入るんですよ。特にデビルとかビューティフルジョーとか、まあベヨネットももちろんそうですけど、とにかく派手に戦おうぜっていうところから入って、じゃあそれをもう少しゲームデザインとしてちゃんと敵との駆け引き攻防っていうのをどう作り上げていこうかっていうことを後から固めていくっていう、だからやっぱり一番最初の加速力っていうのを僕の場合大事にしてる作り方なので、おそらくボードゲームとかってなるともうロジックから多分きちんと組み立てていかなきゃいけないゲームの作り方になると思うので、僕はそういうのは苦手ですね、はい、相当優秀な人じゃないとそういうことできないと思うんで、僕は、なんかそういうロジカルなゲーム作りできる人って憧れますね。ノリでなんとかやってきた人間なんで、ボードゲームは多分無理です。はい、ちょっとまだコメントのアンサーが終わらないんで、また一回ここで切りたいと思います、こうやって、動画の本数を稼いでいくわけですねじゃあまた次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。